アローラーダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。今回はねロイヤルアベニューからなんだけど、中に入るわけではなく、元気アローラじゃないんだよねこのおじさん。そう、中に入るわけじゃなくて、ここねカイリキがもう一体出てきたんだよね。ダイス、この人は掃除の人だね。ここって以前ガオガエンがいたと思うんだけど、関係あるみたいなんだよね。まだ聞いてないんで行ってみます。プロレスラー怪力の力也、最近スランプなんだ。このさ、スランプにさせた原因って私な気がするんだよね。詳しく話聞いてくれる？はい、できれば期待の新人、才能あふれる大人気のレスラーだよね。だったんだけど最近大先輩のガオガエンプロレスラーに負け続き、これやっぱり原因作ったの私な気がするんだ。前に助けたんだよね。自信を失ってるみたいなんだ。なんか申し訳ない。無理キー、無理って言ってる帰りキーが無理って言ってるの悲しい。飛行タイプの技を受けても耐えられる馬鹿の身があればガオガエンのアクロバットに対抗できるんだけどな。むむむ、君バコの実持ってるのかい。おじさん、どこを見て判断したんだい。私のポケットの中を覗いたのかい。譲ってくれないか。覗きは困りますよ。あ、終わっちゃったダメだハイにしなきゃだね。これどうやって察知能力があるんだろう。助かるよ。はい、私ね、バコの実を持たせた。あ、私が持たせるんだ。結構空手家のおじさんはやっぱり裸足だった。しかも無力から馬力になってるこれでガオガエのアクロバットも目じゃないな。ありがとう、おじさんからの気持ち受け取ってちょうだい。おじさんが裸足の理由を聞きたいんだが、それは教えてくれないみたいね。ビルドアップここなんだね。もらってなかったんだよね。バコの実を使いこなすため今からバッチリ練習だ。これさ、バコの実を使いこなした怪力とガオガエン先輩ってどっちが強いんだろう、気になるわ。というかやっぱり私のせいだったねなんか申し訳ないんですけど、ごめんね。この後の勝負がどうなったかってわかるのかな。女の子出てきたよ、アローラ。女の子はアローラって言ってくれるみたい。やっぱり下駄履いてるわけじゃなかったね。おじさんは裸足だった。あれ？あ、この人たち普通にいたね。実はね、この先なんで私歩いて行ってるかというと、トンネルで私ね、かくれんぼを見たことあるんだけど、どうもここのトンネル、コソクムシがね出てくるらしいんだよね。みんな見たことある？コソクムシが走ってるの。サンムーンの時からって考えると、ウルトラサンムーンでここって追加されてるじゃないですか。若津岳トンネル、これいた、やばい、いた。え、待って、逃げた。早すぎでしょこれなんだよ、これ。場所が増えたんだね。今までね、あの影があったりして隠れ音が隠れてるのしか会ったことがなかったんだけど、まあそれ以前にあんまりここって通る機会がなかったから気づかなかっただけかもなんですけど、いるんだよね。捕まえたことないし、今回初めて見たんで当てたい。待って、なんで当たんない。早すぎでしょ、早すぎるよコソクムシ。何回かチャレンジしてみるね。これは隠れ音がいるんじゃない？これだとね、いないと思う。多分やったことないからだけど、さっきいなかったもんね。あ、またいる。2パターンなのかな。どっちも出てくるパターンもあるのかな。これ今いないからコソクムシなんじゃない。捕まえたい、できることなら捕まえたいけど、今手持ちが、峰打ちがいない。やべえ、あ、いけたいけたけどいけないかもしれない。来たー。なんか浜辺とかにいる以外でここにいるっていうのが面白いね。
どうしようか。クイックボール、とりあえずクイックボールだよね。逃げられるかな、やだな、半分、もう逃げそう、俺逃げそう、何も持ってきてないんだよね。電磁波、いやー、うおー、ラスターかの、ちょっとだけよ、これはやっぱりやっちまった。デジスチールが悪いわけじゃないの、私が連れてきてないの、眠るとかないの。なんか落としてる、大きな真珠落とすんだね。どこで拾ってきたの。ということで捕獲失敗、ただいることは分かったからまた来よう。ここ、いやー、びっくりした、出会えると思ってなかったけど出会えるものだね。ちなみに皆さん出会ったことありますか。私ね、もうリザードライドで移動するのが多くなっちゃってたから行かなかったんだよね。だから気づかなかったんだ、やってしまってたな。今までので言うとね、シェードジャングルの入り口でコソクムシは捕まえたけど、あとポニーにもいるよね、今のところにもいるとは思ってなかったんだよ、残念だけど、また今度だね。うん、もうダメ、もうダメ、いけない、もういけない、赤、これ3000台かもしんないな、あんま遠くまで来てる感じがしない。4554だった、意外と遠かったね。ここね、できればジェルタリスだったら捕まえたいんだけどな。来た、マジか、来た、でも色違いじゃないと思う。ああ、普通の子だけど、チルタリス。何回目だろう、チルタリスに出会えたの。数えるほどしかないと言えばそうなんだけど、滅びの歌の前にクイックボールを投げておきたい。お願い、クイックチルタリスでいいから入って。色違いの子はまた今度にするから。いけるかもしれない。はあ。あ、来た。やっとなんですけども、滅びの歌にならなかった。嬉しい。今まで倒しちゃってたんだよね。そして白竜、海竜になるぜ。竜のマイカ覚えさせてあげたいな。ここかな、どうしようかな。まあ、いっか、神秘の守りのとこにしときます。よかった。竜の前を覚えた怪力が出来上がりました。怪力じゃない。なんで竜の前を覚えた怪力って、さっきの力也がめっちゃ頭にいるんだけど。白竜からだ。違うよ。怪竜だよ。かしか合ってないじゃん。怪力と怪竜。おかしい。いつもおかしいんだけどさ。すいません。ごめん。そんなこと言ってたら、怪竜がかわいそうだよね。ごめんね。間違えてる今。来たー、図鑑も埋まったよ。何パーセントになるかな、もうすぐって思ってると意外と1%ずつの上がりが遅いよね。まだ97か、3パー残ってるよ。ドラゴンポケモン、心優しいポケモンで海で溺れた人間やポケモンを助けたという話をよく聞く。さすが海流、優しいね。もう目が優しいもんね。なんでこんなに可愛いんだろう、海竜。翼はちっちゃいけど、とっても大きいんだね。何覚えるの？翼で撃つ。覚えさせてあげたい。から、どこに入れようか。ドラゴンテール。竜の前は覚えたばっかりだから、ドラゴンダイブか、ドラゴンテールに入れたいな。ダイブ？いやー、こっちかな。どうしよう。命中率低いから、一応こっちに入れておきます。レート戦で使おうかなっていう子は育てるとして、まあ、図鑑の子はね、この子で決めます。よかった。そしてチルタリスですよ。念願のチルタリスは手持ちに一回入ります。見に行こう、チルタリス。何も落ちてないね。確認 OK。あー、すごい時間かかったけど、とりあえず色違いじゃないけど一匹ね。よかった。さて、うちのチルタリスくん、ちゃんかな、くんかな、チルタ、あ、ちゃんだった女の子です。寂しがり、自然回復、まあまあだね。でも今まで
ずっと滅びの歌だったから嬉しい。色違いの子もウルトラホールの先結構出るじゃないですか。一応ね、この子違うんだけど、今まで捕まえた子だとブービックね、いました。前にね、ブービック出た時色違いいたっけ、忘れちゃったって言ってたんだけど、ちゃんといましたね。他はでもまだまだなんだよね。この辺オオスバメとかも出てないから、今度出たら捕まえたいと思います。色違いもね、ウルトラホールの先では出会えるから楽しみ。ということで図鑑は 97% になりました。あと 3% なんだけどね、早く埋まるといいな。とりあえずポワルンがやばい。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!